でーす。イエーイ。ということで、じゃん、ラストです。今日でやっと炎のグルメフェア終われます。ということで、炎の赤タンタン風焼きそば、花小花椒油とラー油炒め、ちょっと読み方は分かんないんですけど、こんな感じで、唐辛子2個でした。そんなに辛くなさそうな気はしてます。そしてカロリーは674カロリーです。なんかいろいろ野菜とかね、なんかネギとか、うん、なんかお肉もちゃんと乗ってて、でもすごい麺の色がなんかやばい色してます。ということで、いただいてきましょうと、よいしょ、よし、よいしょ。なんか野菜の匂いが開けた瞬間する。よいしょ。ではでは、あ、もやしも入ってますよ。じゃあいただきます。ちょっとここで辛いのが入ってるんで、これをまず、辛いのかわかんないけど、多分。よし、入れて、で、よく混ぜてくださいって書いてあったんで、よくよく混ぜます。よいしょ。なんかすごい飛びそうな感じ。もうやっとこれでとりあえずこの辛いのから逃れられるかなっていう感じだけど、まだいろいろラーメン用意してあるんで食べないとね。よし。あ、確かになんかラー油とかって書いてあったから油っぽい感じはするけど、でも美味しそう、見た目は。さあ、どうなるのかな。よし。結構ちゃんと混ざったかな。ということで、いただきます。よいしょ。なんか全然、あ、でも全然美味しい。うん、麺にも味ついてるんだな。うん、あ、なんか味ついとるような、ついてないような、でも美味しいです。ちょっとピリ辛な感じで、うん、ちょっと麺太め、うん、あ、これ結構美味しい。うん、あ、何が、とりあえずこれでこのフェアシリーズは食べ終わったけど、一番何が美味しかったのかな、ちょっと振り返るのに時間がかかりそうだけど、でもとりあえず本当肉まんは一番辛かった。うん、うん、ピザトーストも美味しかったかもしれない、味は。うん、あと、あの麻婆のチャーハンの部分美味しかった。あと何食べたかな、
スープなんかあんまり なぜか記憶にないけど、一番食べたかったやつだったと思うけど、なぜかあんまりスープだからか、なんかスープのように流れてったみたいな感じ頭の中から。うん、これは美味しいし、なんか達成感的な、やっぱなんか、やり遂げるっていいね。しかも慣れてきたからかな、全然美味しい。これなんか辛いの食べる前だったら結構辛いかもしれない。すごい、このなんかタレみたいなのが子供ってめっちゃ美味しい。結構ファミマに行くと残っ、このシリーズで残っとったのが大体って言ってもそんなに言ってないけど、おにぎりがやっぱり一番残ってて、焼きそばあんまり見んかったで、やっぱみんな美味しいの知ってたんかな。なんかうわこうっていう人は麺足すといいかもしれん。じゃこれご飯にかけても麺以外の部分を美味しそう。でもこれはいけます。なんか結構いけるって言ってる気がするけど、でもこれはいける。なんか最近より麺が好きになってきた。美味しい。ちょっとこれは食べ散りそうな感じがするんで、食べるときは気をつけた方がいいかもしれないです。美味しい。なんかラストレシピのやつを食べるよりも全部この炎のグルメフェアシリーズを食べる方がなんかすごい完食した感がまだあるけど、ちょっと腹がいっぱいになってきたぞ。ちょっとね、唇がさあちょっとはヒリヒリしてくるけど、まだ耐えられる程度。
すごい。でもお肉もいいぐらいに、でひき肉入ってて、コンビニ弁当はどれぐらいの頻度で食べるんだろうっていう、なんか YouTube を取り出してコンビニ弁当を食べるようになったけど、うん、って感じ。おいしい。なんか最後ら辺はタレっていうかね、いっぱい絡まってるからちょっと辛い、なんかこの野菜食べてる感がね、なんか最近全然野菜取ってないなって思ったから、結構シャキシャキ感がします。ちょっと、やばいやばい、よ、めっちゃ辛い最後。行きますよ。完食。よかった。これで全部達成したぜ、イエイ。ということで、もうこれでこのシリーズは終わりなので、また、違うもの食べるか飲むかなんかするかしていきます。では今日も見てくださってありがとうございます。見て、いつもコメントも、また登録もありがとうございます。また見てください。ではまた、バイバイ。